フワちゃん炎上、アンミカの神対応が話題に。お笑い芸人フワちゃんはやす子に対して死んでくださいと暴言を吐き炎上しました。これによりフワちゃんのラジオ番組が休止され、 Google ジャパンも彼女の CM 動画を非公開にしました。フワちゃんと親しいアンミカはインスタでフワちゃんの行動を謝罪し、彼女の更生を誓いました。アンミカの誠実な対応に対して、ユーザーからは誠意を感じたフワちゃんをしっかり指導してほしいといった声が寄せられました。みんなの反応。アンミカさんの誠実な対応、素晴らしいね。フワちゃんも反省して成長してほしい。フワちゃん、謝罪しても遅いよね。ヤスコちゃんがかわいそうすぎる。フワちゃん、やりすぎだよ。暴言はダメでしょ。反省してほしい。フワちゃん、反省して成長するチャンスや。応援しとるで。アンミカさんの誠実な対応、さすがだね。フワちゃんも反省して成長してほしい。ヤスコがかわいそうすぎる。フワちゃん、もう少し考えて発言してほしい。アンミカさん、フワちゃんの暴言をもっと厳しく指導してほしいな。アンミカさんの謝罪、めっちゃ誠実で感動した。フワちゃんも反省してね。フワちゃん、謝罪しても遅いわ。もう信用型落ちやで。フワちゃんの謝罪、遅すぎるし正義が感じられない。アンミカも大変だね。ヤスコちゃん、ポジティブでええやん。これからも応援するで。ヤスコちゃんの生きてるだけで偉いって言葉、超共感。アンミカさんの対応、マジで大人。フワちゃんも反省して成長してほしいな。アンミカさん、フワちゃんの暴言をもっと厳しく指導してほしいわ。フワちゃん、マジでありえない。暴言とか最低すぎるんだけど。フワちゃん、反省して成長する姿が見たい。応援してるよ。アンミカさんの誠実な対応、ほんまに感動したわ。ヤスコの生きてるだけで偉いって言葉、本当に素敵だね。アンミカさんの誠実な謝罪と対応、素晴らしいですね。フワちゃんも反省して成長してほしいです。フワちゃん、やりすぎやろ。これじゃ信頼持ちに落ちるわ。アンミカさんの誠意ある対応に感動したわ。フワちゃんも反省して頑張れや。フワちゃん、やりすぎやろ。これじゃ信頼持ちに落ちるわ。アンミカさん、フワちゃんの暴言をもっと厳しく指導してほしいな。ヤスコちゃんにそんなこと言うなんて、フワちゃん最低すぎる。アンミカさんの対応、さすがやな。フワちゃんも反省して成長してほしいわ。アンミカさんの誠実な対応、ほんと尊敬しちゃう。心が温まるよね。フワちゃん、暴言はダメだよ。ヤスコに対してひどすぎる。フワちゃん、マジでありえない。ヤスコちゃんに失礼すぎるよ。ヤスコに対する暴言は許されんわ。フワちゃん、もう終わりやな。フワちゃん、反省して成長するチャンスだね。応援してるよ。みんなの反応としては、フワちゃんの反省と成長を期待する声が多いです。少数意見としては、ヤスコへの同情やフワちゃんへの厳しい批判も見られます。当チャンネルの意見として、アンミカさんの誠実な対応は非常に素晴らしいと感じます。フワちゃんには今回の出来事を深く反省し、成長の機会として捉えてほしいです。